田辺新之助1月8日昭和19年は日本の教育者、漢学者。漢詩人としては田辺松葉と合した。図紙改正中学校、鎌倉女学校を創設した。東京改正中学校の校長も務めた。東京不死族。子に、田辺元、孫に野沢京がいる。唐津藩藩士の子として、江戸深川の唐津藩邸で生まれ。 6から7歳頃に両親と共に唐津に転居。教師促成のために1876年に設けられた唐津伝習所を卒業。1878年に上京し、大学予備門に学び、その傍ら元昌平校の学者からも学ぶ。藩校の恩師、高橋惚歴世の引き立てで、1882年2月に教立学校の漢文教師となる。 英語や地理も教えた。教え子の一人であった斉藤茂吉は田辺の授業で英語が楽しくなったと回想している。1897年には東京府立改正人上中学校と改称した同校の校長となる。1900年に神奈川県逗子市に第二改正中学校が設立され、田辺が校長兼任に三島幸雄の祖父である橋健造が 漢字に就任した。これは、横須賀の海軍兵学校を出た軍人の子供たちのため、東京の海西のような学校を横須賀に作りたい、という海軍の要請から準備されたもので、1903年4月に、図紙海西中学校として開校した。開校にあたっては、各方面に手紙を送って、援助を請い、高橋小歴世の他団託馬、服ッ金太郎らタ在海人が応じた。 1901年には、改正中学による学校の併設を申請し、1904年10月には、鎌倉に、鎌倉女学校を創設、初代校長となる。同女学校副校長に就任した、星野天地の自助伝によると、田辺が女学校設立を鎌倉町会に申請したところ、町議の大石平左衛門が田辺に信用がないとして、反対したため、 表面上は田辺を校長にしたが、実際の学内準備は星野が施行したとしている。1910年に、寿司改正の学生12名が死亡する暴徒、遭難事故が起こり、同年3月に、改正中学校長を、橋健三に譲り、隕石辞任。被害者への賠償金支払いのため、鎌倉女学校の土地を売却するなどして、女学校経営が厳しくなったため、 むつむねみつの長男、むつひろきが共同出資者となり、田辺に代わって校長に就任。田辺は1914年2月に図紙改正の校長を文字し、鎌倉女学校の管理に専念する。1925年2月に同女学校を財団法人にし、校長兼理事となり、1934年に、 同行校,校長を辞した後は、干書籍の研究に専念し、田辺松葉の名で、干支屋書を発表。時折、他校にて、漢文の講義なども行った。漢学、干支を通じて、文人との交流も多く、陸奥広吉や黒田清照らが1914年に、史跡保存などのため結成した、鎌倉同人会の命名。 主遺書や市内各所の史跡を解説する碑文の執筆を担った。約6000冊と目される蔵書は1947年に遺族により鎌倉市図書館に寄贈された。2018年に松葉文庫研究会が設立され、史跡や蔵書の研究が進められている。墓書は鎌倉の呪福寺にある。ありがとうございます。